来年2024年7月26日から8月11日まではオリンピックが開催される。舞台はフランスのパリ。東京で行われた前回大会では惜しくも第4位に終わった日本代表。来年行われる大会では優勝を目指して、ぜひ日本国民の夢を叶えてほしい。近頃多くの若手選手が海外でプレーしている。そこで今回はパリオリンピックでの予想スターティングメンバーとその特徴を紹介していく。ぜひ最後まで確認してもらいたい。それではどうぞ。その前に監督の紹介とオリンピックに向けての決意のコメントがあるので紹介したい。大岩剛監督、元日本代表の選手であり鹿島アントラーズの監督も経験したことがある。来年行われるパリオリンピックに対しては金メダルを目指して一つ一つの試合を大事にしながら戦い、勝ち続けていきたいと意気込みを語っている。また他国と試合を行った後のコメントでは、ヨーロッパの選手は大きくスピードもあるが、日本人の特徴である俊敏性やグループで守備や攻撃をするところは通用したと感じた。チーム発足当初から掲げているボールを積極的に奪いに行くことや、ゴールを目指すために自分たちで支配するというスタイルは徐々に選手に浸透していると思うと、オリンピックの準備は着実に進んでいると話をしている。監督からの話にもあるように、非常に期待できるオリンピックになると期待している。ここからは大きな結果を残してくれるであろう選手たちを紹介していく。ゴールキーパー鈴木ザイオン、シントトロイデン。ガーナ人の父親と日本人の母親を持ち、アメリカで生まれた。体格に恵まれたゴールキーパーで、各年代で代表歴があり、A代表でのプレー経験もある。16歳という若さで浦和レッズとプロ契約を果たした。そこからは浦和レッズ一筋で2023年までプレーをしていたが、2023年ついに海外移籍を果たした。多くの日本人選手が所属しているベルギーのシントトロイデンである。また公式戦出場はしていないが、ぜひスターティングメンバーの座を奪い取ってほしい。彼の特徴としては、日本人離れした恵まれた体格と高いセービング能力が挙げられる。体格は身長189センチあり、海外選手との空中戦でも安定したキャッチ、パンチングをすることができる点。そしてコースを狙った相手シュートにも反応できる素晴らしいセービング力。他にもすでに海外でプレーしている小久保レオ・ブライアンがいるが、実戦経験を加味し、鈴木をスターティングメンバーとして予想した。ライトサイドバック、ハンダリク。ガンバ大阪、176センチと選手としてはそこまで大きくはないが、積極的な攻撃参加とボール奪取能力に長けた選手。 A 代表にも選ばれており、各世代の代表ではキャプテンを務めたこともある。山形県出身で、同県のモンテディオ山形のジュニアユーストップチームにてプロデビューを飾るなど、山形一筋でこれまでやってきたが、2023年にガンバ大阪への完全移籍を発表した。センターバック、西尾亮也。セレッソ大阪、180センチであり、各世代で代表歴があり、21歳の若さでセレッソ大阪の副キャプテンを任されている。セレッソ大阪のアカデミー出身であり、体の強さのほか対人の強さにも定評がある。副キャプテンを務めていることもあり、今大会でもキャプテンシーを発揮し優勝に導いてほしい。センターバック、チェース・アンリ、シュツットガルト。アメリカ人の父親と日本人の母親を持ち、幼少期はアメリカで過ごしていた経歴を持っている。高校卒業後、J リーグのクラブからも獲得の話があったが、海外挑戦を決意、単身ドイツに渡っている。特徴としては圧倒的なフィジカルの強さ、そして長身を生かしたヘディングである。元日本代表の内田篤人も注目しており、技術的にうまいかと言われればまだそうではないんですけど、とりあえずフィジカルが強いんです。経験を積めばどんどん上手くなるので、どんどん上の年代に入れちゃうと高く評価している。まだまだ所属クラブのトップチームでの経験は少ないが、これまでの成績や実力からスターティングメンバーとして予想する。レフトサイドバック、高橋センダゴルタニンコ。バルセロナ、フベニール A。 攻撃的サイドバック、身長173センチと比較的小柄なディフェンダーにもかかわらず、バルセロナのフベニール A に所属している。アルゼンチン人の父親と日本人の母親を持ち、スペインのバルセロナにて育った。パス精度の高さと体幹の強さが特徴。パス精度に関しては名門バルセロナの選手らしく、止める、蹴るといった基本的な技術の高さが素晴らしく、相手に寄せられても落ち着いて正確なパスを出すことができる。またそこまで大きくは見えないが、相手に囲まれて体をぶつけられても倒れない体、体幹の強さがある。各世代の代表に選出されており、今大会でも期待できる選手である。センターミッドフィルダー、松木玖生。 FC 東京。
北海道出身であり、名門高校である青森山田高等学校で全国大会に出場し、国内で有名となった。開幕戦先発デビューを果たし、さらに注目を浴びた。彼の特徴は何といってもメンタルの強さ。 J リーグ開幕戦でも堂々とプレーをし、プロ相手にしても全く物おじせずプレーした。オリンピックの舞台でもプレッシャーを楽しみ、のびのびとプレーするに違いない。ディフェンシブミッドフィルダー藤田ジョエル・チマ・シントトロイデ。ナイジェリア人の父親と日本人の母親を持つ。東京ヴェルディジュニアユース出身である。172センチと小柄ながらも予測を立てて適切なタイミングでの詰め方、そして試合終盤になっても衰えることのない体力が魅力な選手。ボールを取れると感じ取った瞬間、見極めた瞬間のボールに対するスピードも非常に速く、相手の攻撃の目を摘むことができる。各世代の代表にも選出されており、非常に重宝される存在である。キャプテンを務めたこともあり、キャプテンシーにも期待できる。2023年には海外挑戦を発表し、さらなる成長が期待できる選手である。センターミッドフィルダー中井拓宏、ラージョマハダオンダ。滋賀県出身であり、レアルマドリード主催のファンデーションキャンプに参加し、育成組織のテストに合格し、名門レアルマドリードに所属していた。トップチームでの練習には参加していたが、トップチームでの公式戦出場はできず、現在はレンタル移籍を発表し、レアルマドリードを離れている。足元の技術には定評があり、ドリブル、パス精度ともに非常にレベルが高い。所属クラブではなかなか結果を出せていないが、レベルはトップクラスという点でスターティングメンバーとして予想した。センターミッドフィルダー久保建英、レアルソシエダ。神奈川県出身であり、バルセロナの育成組織の入団テストに合格し、幼少期はバルセロナにてプレーしていた。一時 J リーグでもプレーしたが、現在は再びスペインでプレーをしている。先日開幕したリーグではゴールも決め、チームの中心メンバーとして重要なポジションを担っている。 A 代表でも常連として選出されており、今大会でも活躍が大いに期待されている。オフェンシブミッドフィルダー斉藤光輝、スパルタ・ロッテルダム。東京都出身であり、横浜 FC のアカデミーを経て、16歳の若さでトップチームデビューを果たした。170センチと小柄な体格であるが、俊敏性を生かした裏への飛び出しや足元のうまさが特徴の選手である。ドリブルにも定評があり、ワクワクさせてくれるようなプレーをすることができる。今大会でも人々を魅了し、結果を残してほしい。応援枠予想3人。ここでオーバーエイジとして選出されるかもしれない選手を3人予想してみたいと思う。前回大会では吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航が選ばれ、キャプテンシーを持ってチームを引っ張っていってくれた。今大会はどのような選手が選ばれるのか非常に楽しみである。センターバック板倉湖、ボルシア・メンヘングラートバッハ。神奈川県出身であり、川崎フロンターレの下部組織に入団、そのままトップチームデビューを果たした。海外挑戦し5年目のシーズンとなり、対人守備の粘り強さと空中戦が持ち味である。気迫あふれる守備も魅力的で、チームの底上げ雰囲気も良いものになると思われる。センターバック冨安健洋、アーセナル。福岡県出身であり、アビスパ福岡の下部組織を経てトップチームデビューを果たした。名門アーセナルに所属しており、トップクラスの環境でポジション争いを行っている。この経験から日本代表チームでもトップクラスの練習考え方を若手に伝えることができると思う。フォワード三笘薫、ブライトン&ホーブアルビオン FC。 神奈川県出身であり、川崎フロンターレのアカデミーを経てトップチームデビューを果たした。現在はプレミアリーグで主力として活躍しており、海外からも注目を浴びている。特徴はドリブルであり、スピード、緩急を交えて相手を簡単に抜いてしまう。同選手も主力として活躍していることから、日本代表にも良い影響を与えるに違いないし、前回大会では悔しい思いもしているので、雪辱を果たしてほしい。フォワード福田師王、ボルシア・メンヘングラートバッハ。鹿児島県出身であり、名門神村学園入学し、1年生の時から主力として活躍を見せていた。卒業後、そのまま海外挑戦を決めた。2023年に行われたテストマッチでは2得点を決め、好調を維持し、素晴らしいアピールをしている。この調子を維持し、今大会にも選出してほしい。まだ少し若い気はするが、ポテンシャル、実力はあると思う。期待と実力を加味してスターティングメンバーとして予想した。今回はパリオリンピック時のスターティングメンバーを予想してみました。今後も日本サッカー、海外サッカーに関する情報を配信していきます。
ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。